皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はですね、なんとじゃじゃーん、フランフランでたくさんお買い物をした、たくさんでもないんですけど、お買い物をしたんですけど、何を買ったかと言いますと、まあ、今コロナ禍でアフタヌーンティーをお家で楽しむ方法として、すごくフランフランは可愛いね、食器だったりがたくさん売ってるんですよ。で、お家でね、可愛くアフタヌーンティーを楽しめる方法というのを今日はお伝えしていきたいと思います。はい、もちろんね、アフタヌーンティー行くのもすごく可愛くていいんですけど、最近はまあおうち時間も充実させたいって思ってる方もいると思いますし、もちろんタクロリ、お家でロリータを楽しむ方も増えてると思うんですけど、ロリータを楽しんで写真を撮るだけでもめちゃくちゃいいとは思うんですけど、それプラスティーセットとかアフタヌーンティーもどきまではいかないんですけど、あったらすごいテンション上がるなって思って購入した、フランフランね、購入したものをご紹介しつつ、それを使っておうちアフタヌーンティーをしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで、じゃーん、こんな感じ。フランフランの袋めちゃくちゃ可愛いですよね。はい、ということで、じゃあ何を買ったかっていうのを見せていきたいと思います。見せていきたいっていうか、今回2つしか買ってなくって、合計6000円ぐらいしか買ってないんですよ。だからそんなにそのめちゃくちゃいっぱい買ったじゃんみたいなことでもないんですけど、そんなにね、お金をかけずにでも可愛くみたいなのがいいと思うので、そちらをご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、じゃん、こちらでございます。こちらは何かと言いますと、じゃじゃじゃーん、すごい綺麗にラッピング、まあ陶器なのでね、じゃーん、わかりますか、この色かわいい。あ、ちゃんとね、茶こしっていうのかな、網がついてるんですけど、私やっぱりゴールドのなんかがついてるティーポット大好きで、こちらでございます。まず一つ目はティーポットになります。ちゃんとね、こういう網がついているので、ここにね、紅茶の茶葉を入れて、で紅茶を飲めるっていう感じのものになります。多分ね、これなら 2.5 ぐらい、 2.、 だから 2.3 倍ぐらいは飲めるんじゃないかなって思いますけど、やっぱピンクも可愛いんですけど、ちょっと落ち着いたね、紫っぽい色、ピンク紫、ベージュ紫みたいな色、今年多分お洋服もめちゃくちゃ流行ってると思うんですけど、そちらという感じで、ちょっとまあ私ももう今年38歳になるので大人な感じの、こちらですね、ティーポット、こちらが値段が2200円でした。こちら、はい、買ったもの、まず一つ目がこちらです。でもう一個はセットになっているものになります。まずはもうね、アフタヌーンティーセットなんですよ、これ。だからじゃーん、このね、お盆もついていた。で、その何個セットっていうのかな、まあこれはお盆もついてます。でこれは何だろうね、中にもう今アフタヌーンティーで売ってるのかちょっと謎なんですけど、こういういろんなねのもあります。まあ私ピンクが好きだからピンクにしとこうかな。でもお盆とかも地味に使えるので、すごい可愛い、こんな感じです。はい、とあとはね、やっぱりアフタヌーンティーと言ったらこういうだんだんの食器じゃないですか。で私アマゾンでプラスチックっぽいやつを買ってて、でそれはね持ってるんですけど、それだとちょっと味気ないというか、やっぱり陶器のものがいいなって思って今回購入して、これがね崩すとこんな感じ、まあまあ大体わかると思うんですけど、で食器、これもね色が可愛いんですよ、本当に。ちょっとね、これも紫がかった色、上がねこうなってて、
下がこうなっております。ちょっとやっぱりさっきの色味と一緒の紫系の色味になるんですけど、これをちょっと組み立てていきたいと思います。よいしょ、組み立たるかなっていう、どうやるんだろう。まず台よね、台よね、台からよね。これはどういうこと？これが下でしょ？こうか、こう、あ、こうか、こうか。で、これ同時に入れないと。あ、組み立てる下手だったらごめんなさい。あ、入った入った、しっかり入りました。これがこっちに台になる感じですね。で、もう一個がここにつく感じ。あ、よかった、組み立てが難しかったらどうしようってちょっと思ったけど、え、大丈夫これ。あ、よいしょ、こんな感じですね。これ見ればもう、あ、やだ、もう不器用だからバレちゃう。これをこうやって、ここを、もうほんとこういうの昔から下手くそで、なんかよく、なんか、わかんないけど、付録とかについてたやつ、組み立てるのも下手くそで、これ危なくない？私、待って。原理は分かっている。え、違うよ、違うよ。え、待って。こうか、こうか。え、こうか。こうよね、こうよね。こうと。あ、うまくいった。大丈夫かな？高さ違くない？え、こっちの方が。こう、しっかり入りました。こっちも。こんな感じか。ちょっと高いかな。まあ、こんな感じですね。これと、こういう感じ。になっております。こんな感じになりました。はい、ここにね、スイーツとかを並べていくんですけど、もちろんね、これだけじゃなくてティーも必要なので、もう一個、これね、全部ついて3800円なんですよ。お盆もついて、でさっきのね、これこのティーポット、これはもちろん別売りなんで、あの同じね、この色味に合わせて私は今回買ったんですけど、このね、スプーンとフォーク、ゴールドの、これもついているんですよ。で、お盆もついていて、あとティーカップもついてるんです。これもね、ちょっと同じような色味なわけですよ。紫系の色味でついていて、これで最後はこれだけついてて3800円ってめちゃくちゃ安くないですか？もう売ってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、これがね、ついております。こんな感じ。で、これでお茶を飲みながら、ここにね、自分で買ってきたスイーツを置いて、ちょっとお家アフタヌーンティーを楽しんでいきたいと思います。はい、今回、紅茶の茶葉はこれぐらいを用意しました。もう少しね、ルプシアのものとかデカフェのものとか、夜飲むときはデカフェのを飲んだりするんですけど、まあ、お気に入りなのはマルコポーロっていうマリアージュフレールの紅茶とか、あとニナスっていうところ、これもフランスなんですけどの紅茶もすごいいい香りで好きです。で、こちらはね、北浜ブレックファストっていう、北浜レトロっていう、あれはどこだっけ、関西の方にある紅茶屋さん、あのアフタヌーンティーとかもあるんです。そこで買ったやつもすごい、パッケージも可愛くてお気に入りで、で、こちらはもうみんな大好き、ラデュレさんの紅茶なんですけど、ネットでしか買えないパッケージで、いただき物なんですけど、すごいね、パッケージも可愛くて、で、この、マリー・アントワネットっていう茶葉もすごく香り高くって好きです。こんな感じで今日はラインナップしてみました。で、今日はこのニナスの紅茶を入れたいと思います。はい、じゃあこちら準備が完成したんですけど、お紅茶はですね、ニナスのマリー・アントワネットという茶葉を今日は選びました。で、ここの段2つあるんですけど、そんなにね、大きくないんですけど、まあ、1人分なのでということで、このね、私バレンタインに自分のあれで買っていたハートのね、このベイクドショコラがあったので、こちらをね、置きたいと思います。で、まあ、今回なんかいろいろとキャラメルとかいろんな味があったんですけど、このイチゴ
ちょっと乗せていきたいと思います。これですね。はい、続いてこのミルクさんのバレンタインのやつでいただいたこのねチョコレートがあるんですけど、こちらも可愛いので置いていきたいと思います。はい、こちらのショコラのやつとチョコレート、こんな感じでハートに置いてみました。続いて上の段に行きたいと思います。はい、じゃあこちらは自分のバレンタイン用に買ったねラデュレの猫の舌のチョコレートがあるので、これはねいつも特別な時しか食べないんですけど、こちらをねちょっと色味がね紫と白があるので両方ねこれをこんな感じかな、ちょっとお皿の色と合うので乗せていきます。こんな感じです。チョコレートですね。はい、そして私大好きなエシレバターのこちら、エシレバターのクッキーですね。これもちょっとだけ置きたいと思います。これ大好き、めちゃくちゃ美味しいです。はい、そしてこちらのラングドシャ、こういう風に入ってる、結構食べちゃったんですけど、これもちょっと 2,3 枚置こうかな。はい、こんな感じで置いてみました。いい感じにできました。はい、ということでスイーツをねこちらに並べて、このスイーツは本当にご自分でお好きなスイーツでいいと思います。もちろん私はちょっと今日は高価な、あのいただいたものとかもあったので高価な感じにしてるんですけど、あのもちろんコンビニスイーツでも最近可愛いやつとかハート型のとかも売っているので、そういうのでもいいと思います。はい、で紅茶、こちらニナスのアフタヌーン、マリアントワネットを入れたので紅茶を入れていきたいと思います。いやーかわいい、わーこのカップかわいい、やっぱりフランフランかわいいし値段も安いのでいいですよね。こんな感じで出来上がりました。イエーイ。はい、こちらで完成いたしました。私のおうちアフタヌーンティーになります。全部ね、フランフランのやつだったりとかして、スイーツは本当に何でもいいと思います。変な話、ポテトチップスとかでもね、おうちだったらいいんじゃないかなと思います。このティーカップも可愛くて、こんな感じで完成しました。それではいただきたいと思います。はい、ということで本当はね椅子に座りたいんですけど、ちょっとカメラ的に椅子に座れないのでちょっとあの床に座っている状態なんですけど、こんな感じでアフタヌーンティーが完成しました。おうちアフタヌーンティーになります。じゃあまずお紅茶をいただきたいと思います。うん、いい香り。あー、めちゃめちゃ美味しいです。染みますね、やっぱり紅茶美味しい。こういう感じ、まあ夜寝る前とかだったらデカフェのものがいいと思うので、私は結構あのデカフェのアフタアールグレイとかも結構買ってますね。じゃスイーツいただきたいと思います。ラングドシャ、うーん、うん、このラングドシャ本当に美味しい。チョコレートもいただきます。うん、うん、ミルクチョコレート美味しいです。こっちはうん、ベリー系かな、なんか紫の色味が今回の食器の色と合うのでスイーツに合ってるなぁと思いました。そしてめちゃめちゃ可愛いのこれ、ミルク、これなんだろう、あ、チョコレートか、うん、チョコレート、可愛い。はい、こんな感じで
おうちアフタヌーンティーもぜひ皆さん楽しんでみてください。ということで青木美佐子でした。バイバーイ。